東翔平、大島武の居酒屋七九七。この番組は、東翔平と大島武がほろ酔いトークの中。ありとあらゆる面白ヒューマンと、泣いて喜んで笑う番組となっております。はい。こんばんは。こんばんは。はい。お疲れ様です。お疲れ様ですね。疲れ気味ですか。疲れましたよね。昨日は。はいうん、京北の秋の一大イベント。<お>京北ふるさと祭りでしたから、うん。ありましたね。我々うん。 慶応商工会青年部はい何出したんでしたっけ焼き鳥です焼き鳥とラーメンラーメンと僕ね最後まさか売り切れると思わへんかったから食べてないんですよ食べ食べてはりましたね食べましたよどうでしたうん美味しかったですよあそうすかうんあいや良かったですはい良かったもう一時ごろに完売してましたからねうん。 あと3時間祭りあったからや年はもうちょっとね作っていかなかったそうですねちょっとパサ肉がパサッとしてましたけどねまあまあまあそうですよねはいそうなんですよまあでもね終わってこれからねそうですまた次へと次へとステップアップですよしないといけないですね僕らの嫁さんらがやってたカレー屋もおかげさまでだいぶ売れましてねう嬉しい限りですわうん ということで、本日ですね。はいはい。ええ、本日のテーマ。はい。未来、木育会。はい、どういうことですか。どういうことですか。はい。今日はですね。子供と。木。について。ちょっとゲストの方を交えながら。ええ、みんなで、何回も考えていかれないかという、そういう会でございます。じゃあ、早速ゲストの方。 紹介させていただきます。福井県からお越しの前田木工の前田智之さんでございます。おはんう。おはよう。おはよろしくお願いします。はい。お願いします。前田さん。前田さん。なんと慶北に今度引っ越して来られるということで。おお素晴らしい。来年ですね。あのまあうちが工事させていただいて、うちの近所に引っ越して来られるという。お慶北に家具屋さんでございます。新しい住所ですね。そうですよ。はい。 前田さんじゃあちょっと簡単に自己紹介とあと「目育とは」どんどんちらっとこうはいえっとですね現在は福井県で、えー、前田木工という木工賞をやってます前田智之といいます、うん、えっとですね先ほど東さんお話し下さったように、うんあのー、来年の春、うん、子どもが小学校に上がるのをめどに、うんうん えー、京北に引っ越しましてああ拠点を移しそこでまた新たに木工をやっていこう、うん、と思っております。はい、でえっと木育っていうのはですねあの、うん、木に教育の育って書くんですけども、うん、えっと、まあ、木の良さを知ってもらって特に小さいお子さんとかですねはい、はい、で、まあ、木に関心のある人たちを増やそう。うん という考えだったり、まあ、木に触れると感性が高まって教育にもいいなんてこともいわれてますんで、うん、そういうのをどんどん推進していこうっていうようなことでうちでもちょっと福井県の杉を使った家具とか今作ってるんですけどはは、うん、まあそれを、うん、京都もいっぱい木がありますんで、うん、ははそんなんでまたなんかできたらいいなと思ってるんですけどいいすも。いいっすね。をを使って上層教育を そうです橋渡し木材大使ですから前田さんは。聞いてねということですね。今福井県でね福井県産の杉材を使ってねいろいろ作ってもらって幼稚園とか保育所に収めたりとかあそういうこともされてるんですよ。保育園のここに家具作ったりそうです主に小学校入る前までのお子さん56歳までの 家具が今、多いんですけど。その会議をしましょうという。ことですか。なんか一個、ね。今日、ここでかい。考えたやつを、作りましょうよ。おいいです。作ってもらいましょうよ。僕は。じゃ、あ何言っても、何言ってもいいです。いいですか。何言ってもいいですか。ああ、かんのかどうかもね。滑り台とか。あ、作ってありますね。そうですね。うち今結構ね、はい、滑り台。 人気商品となってましてあれどれぐらいあるんですか大きさ大きさ大きさえ滑るところの長さ滑るところの長さは1メートルぐらいですねあれ3メーターぐらいに <laughs> とりあえず伸ばして <laughs> い,あいいですねいいですそれ保育園やったら行けますよねあ,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 あれってねそのささくれてトゲ刺さるみたいなことはないんですか硬いあ滑るところだけマサメだけ使ってるんです あ、横は炒めとかあるんですけど、それはちゃんと。滑るところは正目だけを選んできてるんで、ささくれない。はい、じ気持ちいいんですね。滑ってる感じも。そう、どん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 これ。うずくいってうずくりっぽく、ラッ滑ってるとなっていくんですよね。こう。昔のお寺のこの床みたいな感じに。あ、なるほど。使い込んでいただけると、そうなるので。経年変化も。 うん、楽しめるとじゃあお尻の形に経年変化していくっていうああ相,相当いけば <laughs> 相当いけば <laughs> 保育所とかってありそうですねそのものすごい好きなやつらがこうこうなんですかねう繋がっていきますからねずっとこうエンドレスになるんであはははは確かにどか、あのー、そういう施設に半年ぐらいレンタル うん、した時があるんですけど滑り台をものすごいこう、うん、手垢で黒くなってそう本当にうずくりになって帰ってきたんで保育園とかだとでも本当にちょっとこう柔らかいんでねなるかもしれないですね、えー、経年変化は。<あ>はい、滑り台滑り台ベッドとか、うん、滑り台から滑っていく気持ちよさで。<laughs> お布団に入っていけるみたいな。それ逆の方がいいじゃんベッド滑り台の方がいいんじゃないですか。ベッドから滑り台で起きていくっていう。あ、起きた時にね。はい。あ、それぐからね。二階から。はい。二段ベッドぐらいの高さからでも寝る時も欲しくなは。滑り台滑っていくうちに気持ちよくて。二階からベッドに滑り台で降りて。で、一階のリビングに滑り台で朝目覚めるっていう。で、二階で寝てて。二階から。うん。 二階で遊んでて、んで中二回というかその二段ベッドの上ぐらいの高さまで滑り台で滑って寝て、起で朝また就くときで、ああいいじゃないですかそれ。それちょってください。えどこにアドバさんのうちそういうところですよね。だいぶ長い滑り台がいる。だいぶ長い。雪ははいします。ボコボ、鍛えぎっていうとあの。はははは。 こう僕らのイメージ度磨き丸太タの磨き丸太あれをどうあれじゃなくても別にあもうあのねそういうとらわれるのはもうやめますとるはやあれじゃなくてもいいあれじゃなくてもマサメがいいですマやっぱりねいいですねスペインもね近い水ん他何かありますかね何でしょう子供がええなやっぱりな子供がえねうん僕犬やってますけどの仕事をね犬小屋と 子供が遊ぶ犬小屋があったらいいなと思うんですよ犬小屋として機能性はあるんだけど子供も一緒に犬と遊べる犬小屋がちょっと上登れて滑りについてたりで犬とも触れ合えるし子供も遊べるし犬とねみたいなのがあると子供と一緒に遊べる犬もねそうなあるといいなとは思いますけどね。これはもうかなり家の中に ある家みたいな感じですね、ちっちゃい子供用のでもいいですね。家でも外でもですか？外でも中でも家中でも犬話してること一緒に寝れるし遊べるしでもいいですね。あとなんかいいなと思いますね。なるほどね。うん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 。それ作りましょうよ。それはもう大島さんじ置けますもんね。もうなんだろう。なんだろうおけますし商品化も全然できると思いますよ。あなたいいじゃないですかそれ。はい。 お仕事嬉しいですね人材的なものが私そこはちゃんとパーセンテージでロイヤリティがそうやったら前田さんと今度工事させてもらうのに設計さんの新谷さんの図面を見ると骨組みがもう骨組みだけにしてしまってでパーテーションというか間仕切りはもう家具でいきましょうっていうことになってるんですけどそれをやっぱり耐震し 家具ですよ。免震家具。それを作って柱と柱の間にスコット収めたら耐震性が高まるという。家具家具が家具がもう筋解みたいな補強になるんですね。そうです。免罪というかね。あそれやったら壁がいらないっいうことになるんですね。でもケンさんとこに言りますか。その回収来る家の回収するときに可能なんですか。あの 柔軟性を持たせるために壁ぶち抜くんやけどもそこはちょっとねこう家具で収めといてまた動かせるようにしましょうよとかうそういうのは可能なんですかそういう可能というかまあグレーですかあの回収やったら何してもいいんだその人がまあうちにしますわそしたらでもいいですね考え方としてはなんか面白い発想というか家具で収めるのはねなかなか

うん、いい利用ですね。いいですよ。面白いですね。うん、あとなんか。うん、んあ。なんか中空層を設けるみたいなできないですかね、一回。天井だから、ちょっと。二千四百やけど。千二百ぐらいの。うん、まあ、それは木工屋さん関係ないですけど。<laughs> それ大工 <laughs> <laughs> それ大工工事あ。あの、ああいうの、誰が作ってほしいんですけどね、あの、忍者がやるこう。 バタンバタンってひっくりああああいうのあったらすごい面白いなと思うんですよ家にそれ建具工事はいそれ建具工事家具ですかいや全然いけますけどねはい何でも前田さんに言ったらんでもああそうなんですか大体ね大体建築家さんと仕事やってるとまあ難しい仕事ばっかりでそうなばっかりですねへえ子供の空間みたいなも なんか家具みたいなんかそうですね保育園ややをやらせてもらうとそうですね収納ロッカーとかを全部杉で作ってまあ作ってったりとか杉、うん、軽いんで引き出しとか作ってもこう小さい子でもこう持ち上げ<ー>運びしやすいとか、うん、椅子もあ、まあ、あのブナとかナラとか硬い木で作ると木製の椅子って重いんですけど。 スイと軽いんでいいとかその辺はねなかなか保育園家具には強度弱いんで大変なんですけどうまくいくといいところもその変形したりとかはあんまないんですか素直なやつばっかりそうですねまさめ使ってまあそういう組み方考えとけばまあそんなに大丈夫ですかねいいですねななかかを使って軽く 子供向きですね本当に杉って僕知らなかったですけど結構子供にいいかもしれないですね。う柔らかいので、うん、傷いきまくるんですけど、うん、うち日記家具ってブランドにしてはは日記家具はねその傷がい「傷がいってもいいでしょ家具に思い出を記しましょう日記家具」なんですよ。

フェイスブックでも、回収の様子見れますから。あの、京北、な、うん何でしたっけ。えっと、京北町の古民家回収。あ、京北町の古民家回収。はい、ということで、はい、東工務店と、グリーンテールと、前田もっこがお送りいたしました。はい。というわけで、また、皆様、お会いしましょう。今日はありがとうございました。はい。